話。今日はね、簡単にハウスバーモンドカレーだよー定番の人参じゃがいもで玉ねぎで豚こま生姜とニンニクのみじん切りとカイドウのバターです。
キャベツがだいぶ大きくなってきてます。まだね、巻き込みはないけれど、そのうち丸くなってキャベツらしくなると思います。私は初めてカリフラワーを植えてみました。だいぶね、カリフラワーらしくなってますね。バジルも所々に植えてます。小さいんですけど、香りはもうしっかりバジルの香りになってます。カモミールを植えてあって、ずらーっとレモンバームですね、ミント系のハーブです。ナスビですね。ナスビは毎年植えてます。で、ピーマン、今回初めて植えてみた。トウモロコシ大きくなってますね。楽しみです。コーンスープとか作ってみたいですね。玉ねぎを植えてあって、これがイタリアンパセリで、こっちが普通のパセリで、こちらが山わさびですね。山わさび一番元気ね。アスパラはね、もう終わりました。また来年。簡単な野菜しか植えてません。小さい小さい我が家の畑です。めいちゃんが見てます。めいちゃん、お父ちゃんのカレーにはキャベツを入れます。キャベツです。キャベツです。お父ちゃんの晩ご飯はハウスバーモンドカレーでキャベツ入り、野菜福神漬け、まあ定番です。はい、お父ちゃんご飯です。さつきちゃん今面白い顔してたな。さつきちゃん今面白い顔してた。マヨネーズいる？いらん、うん、いや、サラダ。辛い？普通？普通？今日はちょっとバターを入れたから、まろやかに。よいしょ。あー、疲れた。お疲れ様でした。乾杯。私はカレースパゲッティ、カレー焼きスパゲッティ。じゃがいもも、ホクホク、とろけるチーズたっぷりかけました。玉ねぎもとろとろ、おいしい。こら、どうした？何した？さつきちゃんがやんちゃしてます。まあ、とりあえず明日も頑張りましょう。乾杯。
ー。